間違いだらけの世界でキューブラでは俺らについてくる店絶対にサイトクセテン世界を愛望して揺れるモテクのレンスキーム天才グオルタンタンタンで聞こえてきた水木ののののどれずにやれない。お、どうもアメです。まあ、僕がね今一番推してると言っても過言ではないアーティストナンバーアイガスで、ベニュー101にて、地上波デビューいたしました。率直にファンとしてね、あの3人がパフォーマンスする姿見れて、まずは感無量といったところ、まあ、僕はこのチャンネルでね、結構あの K-POP オタク12、3年、中学の時からやってきてまして、5人の東方神起はビッグバンの時代から K-POP というのを持ってきてて、まあ、あのまずね、スパイラップ所属のアイドルとかもよく聞いてる身で、まあ、言ってしまえばあの男性ダンスボーカルグループオタクというかね、そういう部分があるんですけどもね、まあ、そんな俺が見た、今回のナンバーアイベニー101でのパフォーマンスについて思うこと、まあ、この世界を目指すっていった部分でこういった部分が良かったとか、ちょっとこういった部分改善してたらいいんじゃないか、まあ、偉そうに言うつもりはないです。本当に専門家ではないので、僕あくまで音楽素人で、長くあのちょっとそういうダンスボーカルグループの音楽を聴いてる人間の一意見みたいな感じで見ていただければというふうに思います。まあ、もちろん彼らのファンなので、過度なねその面白いみたいなそういう意見は絶対に言わないですし、ただファンだからこそ、下手によいしょしたくないというか、だからこそ、あの、正直に思ったことをね、あの、今回は語っていければなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。まあ、ちょっとあの、編集もね、少なめに、ちょっとね、だらだら語るような動画になってると思いますのでね、あの、ちょっと暇つぶしに見ていただけたら嬉しいです。まず良かった点としては、そのゴートのパフォーマンスをしてて、3人がね、すっごい楽しそうだったんですよ。そこがね、本当に良かったっすね。ちょっと、なんら、感動しました。まあ、ちょっとこれはファンすぎるんだと思うんだけど、すごいそこ良かったですね。みんな楽しそうでね、途中に一番のサミのとことかさ、こうアイコンタクト取りながらニコニコしててさ、楽しんでるなっていう、やっぱ音楽だなっていうのが。やっぱその世界を目指していくって部分で言うと、あの世界的なアーティストもいっぱい出てた中で良かったなと思うのはやっぱりダンスですね。やっぱりダンスすごい良かったと思います。特にやっぱその平野と岸のダンスの迫力すごい良かったなと思います。神宮寺がね下手っていうことではないんだけど、やっぱりあの二人は元々キングアンドプリンスの時代からもうすごい上手かったと思うんですけど、そのダンスってやっぱ上手いだけだとさダメで、迫力や表現力みたいなのも大事になってくる部分なんですよね。結構あの他のグループがこうシンクロをダンスを披露する中、ナンバーは決してこうバチバチにダンスが揃ってるよっていうグループではないじゃないですか、個人的には。けど、俺そのシンクロダンスが全てじゃないと思ってて、もちろんシンクロダンスもね、カチカチにもうこの肘の角度とかさ、もうこの首の向きとか全部揃っててさ、すげえかっこいいなと思うんだけど、また別にこう味があるっていった部分で、この今回のヒップホップダンスというか、っていう部分では本当に岸の長い手足を生かしたあのダンスと、平野のもともとダンススキルを生かしたあの激しいダンスがすごい生えてて、そこすごい良かったなと思いますね。他のグループと比べると体が少し小さいところがあるんだけど、でかく見えたというか、そこすごい良かったなと思って、やっぱダンスすごい素晴らしいなっていうふうに思いましたね。それやっぱダンスで迫力を見せていく。迫力大事なんですよ。結局、世界的っていうと迫力がすごい大事なんですよ。で、歌の面というか、まあ、ラップっすよね。ラップのところで言うと、個人的には神宮寺優太すごい良かったなと思いました。あの音源でももともとすごい神宮寺のラップいいんですけど、このやっぱライブでも音源とは違くて少しアレンジもしたりするんですけど、まあ他にやっぱ K-POP のグループはね、2組出てたんですよ。まあ、特に個人的には ATEEZ、前から知ってるグループなんですけど、正直すっげえ上手くて。K-POP のラップあるあるなんだけど、結構やっぱりビッグバンのね、その G-DRAGON とそのトップのあのラップライン2人が結構こう元になってるというか、ロールモデルになってることが多くて、やっぱこう声高くてちょっとこう語尾に癖があるラッパーと低音で迫力のあるラッパーがいるっていうのが結構あるあるなんですけど、神宮寺のこの声質的にこのラップのタイプっていうのが結構切れ味が鋭い感じっていう、俺がたまに表現で使うんですけど、ストーンズの田中樹みたいな感じがあるなっていうふうに思ってて、これなかなかに切れ味が鋭い感じのラップ担当っていうのが逆にいないんですよ。まあ、BTS のシュガーみたいなタイプがそっちに当たるのかなとは思うんだけど、これまたちょっと迫力全面に押し出すとちょっと違うこの味があるなっていうのがあって、まずすごい声出てたんですよね、神宮寺。すごい声通るなと思って、そこまず良かったです。キング&プリンスの時代もそうだし、今もそうなんだけど、やっぱりパフォーマンス面において、いろいろ総合的な部分を言うと、絶対騎士優太なんですよね。圧倒的にすごいので。もちろんダンスだったら、平野翔とか、高橋海人、うまいみたいなとかあるけど、騎士がやっぱその歌、全部含めたら、まあ、やっぱ圧倒的にうまいんですよ。騎士もすごい良かったんですよ。良かったんだけど、神宮寺も、こう、劣らずって感じで、こう、なんか張り合ってる感じがすごいあって、まあ、個人的にはね、キング&プリンスの時から、二人の歌声がすごい実は好きで、ちょっと声似てるみたいな部分もあったりとかして、二人で歌うとすごい、揃うみたいなのが好きだったんですけど、誰もがこの星の大切なプリンスプリンセス、未来は君の手に託されるとかさ、賑わう街に騎士に
出したガラス玉のとことか、すぐ二人で歌うと声揃うんですけど、ラップの感じだとまたちょっと二人と違うタイプになるし、まあ、騎士はちょっとあの二つ、あの歌声を使ってるところあるんですけど、で、これ、俺ディスってるわけじゃないんだけど、これもし本当にちょっと不快になる方いたら本当にすいませんなんですけど、ちょっと平野紫耀、やっぱりね、圧倒的な華ありまして、もうダンスめちゃくちゃかっこいい。もう顔かっこいいすぎる。帽子かぶってんのにちょっと顔見えづらいね。なんであんなかっこいいねみたいな感じなんですけど、ずっと個人的に、この平野紫耀のこのパフォーマンスの一個、懸念点というか、ちょっと個人的に難しいなと思ってるところがあるのが、平野紫耀ってすごい個性的な声をしていて、ハスキーなんですよ。歌も上手くてダンスも上手いみたいな、よく言われてて。ただ一個難点があるのが、やっぱりハスキーだから、声が通りづらくはあるんですね。通りづらいってなると、迫力出ないんですよ。そこがちょっとどうなのかなって正直思ってたんです。今回の曲に関して結構ローが効いててさ、間違いだらけの世界で消えるブラザーの決めに見てほしいんだ、マジブチギルシューティングスターみたいな、あれがどう響くかな声がって思ったんですけど、ちょっと聞こえづらいところがあったかなとは正直思っちゃって、完全にはダメだこれってことじゃなかったんですけど、でもちょっと迫力面ではこれ2人に劣ってるところがあったのかなって、比べるもんじゃないんだけどね、比べるもんじゃないんだけど、劣ってる部分があったのかなっていうのはちょっと思って、ちょっと難しいんですよね、コークが。ただ、その平野紫耀の、この個性をなくして迫力をつけるってなると、ちょっとつまんなくなっちゃうなっていうのも個人的にあって、やっぱり声の感じは残しててほしいんだけど、声が出るようになったら完璧なんだけどなと思いつつも、それってどういうことよっていうふうに思うんですよ。なにわ男子の大橋くんとかとまた違うんすよね、個人的には。ちょっとそこもあって、消えていくような感じのあのハスキーボイスがやっぱ魅力的ではあるので、で、そこでじゃあ声も通るようになろう、どうやんのっていうことなんだよね。ちょっと難しいんですけど、まあ、個性として生かしといた方がいいと思うんだけど、このゴートみたいな曲難しいっすね、個人的にね。声伸ばした時とかに生きるんで、平野紫耀の声って。俺好きだから、やっぱり声。平野紫耀の声好きだから。だからね、その迫力面に関して言うとね、やっぱりね、ナンバーイの前にパフォーマンスしてるのが 80s だったかな。80s の迫力すごかったんですよね。やっぱすっげえ迫力あるなと思って。土俵がね、少し違うから、その張り合うのも違うかなとも思うんだけど、やっぱり、世界を見ていくには、やっぱりその BTS だったりとか、17だったりとかっていうグループを見ていかなきゃいけない部分ではあるのでね。あとやっぱね、もう一個思ったのは、鼻がありますね。顔がいいだけじゃなくて、しっかりと鼻がある。やっぱ絵になるなっていうのは、本当に思いましたね、3人が踊ってて。ねえ、この今、潜在写真それぞれでさ、King&Prince No.1、岩橋元気って、こう、3つ見てさ、こいつら同じグループだったのかって、つくづく思いますもんね。最初からアベンジャーズだったんじゃなくて、ね、期間限定ユニットやったろうみたいな風にも思わなくないくらい奇跡的な組み合わせだったのかなっていうふうに思いますね。顔面演奏だけで言ったら、絶対に No.1 ですからね。っていう感じでね、ナンバーアイの、今回のパフォーマンス語ってきましたけど、個人的にはすごいかっこよかったです、まず。そう、かっこよかった。うん。と、やっぱまだ1曲目ですから、やっぱりこっからね、どんどんこう、頑張っていってほしいなっていうふうに思います、正直。はい。さらに3人とももっとこう、さらに迫力ついてくると、さっきと言ってること矛盾してるかもしれないですけど、平野に関してはね、もっとこう、迫力がこう、どんどんついてくると、よりいいかなって思いますね。やっぱ曲調にもよると思うんだけど、もう、騎士とか迫力あるの分かってるんで、実際だってね、ライブ映像いっぱい見たことあるけど、個人的にはあれでしたね、ユニット曲で言うと、僕の好きな人っていう曲があって、その曲の騎士の歌の上手さがすごかったんですよ。あとやっぱ月読みみたいなね、ダンスチューンも待ってます。ダンスボーカルグループオタクの僕が、見て思った、今回のナンバーアイのパフォーマンスについてでございました。どうぞ。